はい、それでは表題の論文について長岡技術科学大学の勝田が紹介します。今回紹介する論文はアンスーパーバイズで SMT で翻訳のタスクを学習させるという内容で、近年では NMT でその教師あり学習で学習し大規模のパラレルコーパス学習させる大きくない場合では SMT の方が高い場合もあるということで、今回はその教師なし学習で SMT がそもそも適しているかと、まあ、それに対して新しいモデルの提案というのを行っています。はい、で提案手法なんですけど、今回はこのコーパス L1 と L2 ということで、まあ、母語話者のものと学習者の何ですかね、その言語を学習している者人たちの、まあ、書いたコーパスというのを2つを用意して、それぞれで、エンベディングをまず計算して、それをクロスリンガル N グラムエンベディングクロスリンガルマッピングでその1つのベクトル空間に、まあ、落とし込んで、的なものでタブを入れてるんですけど、それに値についてはまず最初にアダムで下の式を最適化して、まあ、値を決めているそうです。で実際にこう学習していく過程なんですけど、まあ、標準の SMT に対して、まあ、マートを使用して学習するというような感じで、まあ、まず最初にフレーズテーブル作られたもので擬似的な対役コーパスを作ります。でそこからまたその擬似コーパスで新たに SMT を学習して、まず一番上で、ターゲット側のものを入力してソース側のものを擬似的に作ってそれを学習します。で次にっていう風に形で、まあ、学習していきます。で、まあ、今回の実験では 100分ランダムに抽出して、10回ループで学習させるというような形で行っています。で、まあ、次にも一応2種類学習方法があって、まあ、次がちょっとそれにさえちょっと拡張するような形になっているんですけど、これは、トレインとバリデーションデータを、まあ、用意してフループさせるというような形で、まあ、やってることは一緒で、ただ単にバリデーションとトレインを疑似データ生成して、まあ、その時 の学習させる時の評価にでバリデーションで、まあ、いいものを用意していて、まあ、バリデーションはさっきと同じ1万分なんで、トレインは200万分で、こっちの場合は、ループを3回でやっています。で、まあ、結果なんですけど、先ほど まあ、最も良かったプロポーズド今回提案する手法で、さっきの この方法で学習させた場合の、まあ、数値が一番下の数字になっていて、既存のアンスーパーバイズドのニューラル機械翻訳のモデルよりも、まあ、かなり高い数値を今回その SMT を使うことで達成していると。
やっているっていうのと、あとまあ最後に後半後者の方で紹介したものを 一周するごとにまあどう変わるかみたいなことを見ていった結果になっていて、一番上がただ単に一番最初のフレーズテーブル作成した際にまあやった結果というような形で、その下がまあそこからループをさせた。でさらにその下に行くと、まあ、その1回ずつあのさっきの、 あの、まあ、バリエーションとトレインで分けてまた学習させたというような内容になっていて、まあ、大体2回ぐらいでほぼもう精度自体は上がるってな、あ、はまあ、サチってるというか、まあ、それ大体そこら辺で収束しているというような形で、まあだまあ、3回これがそのスーパーバイザーのものとも比較した結果ですね。まあ、一番上がトランスフォーマーでの精度で、その下が W、まあ、なんかシェアードタスクで一番良かった時のその精度を出しているそうです。で、まあ、今回 SMT を使っているってことで、その SMT とのまあ比較もしていて、こうまあ、スーパーバイザーのものに対して割とアンスーパーバイザーのものも結構近い、それに近い、まあ、迫るぐらいの精度を出しているということを、まあ、今回これで、まあ、かなり、まあ、かなりよかすごいいいモデルになったんじゃないだというふうな感じで、まあ、述べています。で、まあ、NMT ベースのスーパーバイズモデルよりも、まあ、すごい、まあ、かなり高い精度を達成しているということでした。で、まあ、将来的には今回の、まあ、パラレルコーパスは一切使ってないんで、それも用いた反響子学習や、まあ、疑似データ生成 を、まあ、繰り返して学習するんで、その間で、まあ、ニューラルマシントランスレーションの方で学習させるみたいな感じで、まあ、ハイブリッドなモデルっていうのもできるんじゃないかってことを述べています。はい、以上で発表を終わります。